論文 YouTuber サスタニオです。本日は就職 VS 留年、コロナで大学生はどうするべきかについてお話ししていきたいと思います。コロナウイルスの影響下で大学の閉鎖が余儀なくされてしまい、授業がリモートで行われたりと、様々な変化を今の大学生は感じております。でそんな中、リモートで授業を受けるぐらいなら1年入学を延期した方がいいんじゃねっていう議論がですね、アメリカの大学生を中心に行われています。英語圏ではですね、ギャップイヤーと呼ばれる高校卒業から大学入学までに期間を設けて、まあ、そこでアルバイトですとかワーキングホリデーですとか、まあ、語学留学をする方がいらっしゃいます。でコロナで中途半端に入学して大学の恩恵を受けられないぐらいだったら、まあ、1年入学を延長しようという話ですね。で日本でもやはりコロナの影響で、まあ、休学ですとか退学を検討している大学生が増えているという調査も見られます。今回はそれでもリモート入学した方がお得というですね、アメリカの記事ですとか日本の大学院進学留年と年収の関係を比較した論文を紹介した上で、最後に個人的な意見を述べたいと思います。そもそもこの動画を撮ろうと思ったきっかけはですね、 Remote college is still more valuable than a gap year という記事を見かけたのが始まりでした。でこれはどういう記事かと言いますと、この記事はアメリカの経済学の教授がですね、ギャップイヤーに対する経済的損失について考察したものでして、働く年数が減ること、卒業者数の増加で、まあ、就職率失業率への悪影響などについて考えた上で、1年休学するとキャリアで約5万ドルの損というふうに言っています。で加えてコロナ不況による休学検討に対して、まあ不況は20ヶ月以上は続きませんよというお話ですとか、まあ不況でも9割は就職できること、まあ、これはアメリカの現在の失業率が 10% 程度というところから言っているんですけども、まあといってですね、まあギャップイヤーで遅らせること意味ないよというふうに、ね、バッサリ切り捨ててる記事がですね、結構ツイッターので見かけたんですね。で正直この記事読んでなんてアホなんやなとか思ったんですけれども、まあそのお話はまた後に述べるとして、まあ日本でですね、じゃあ留年と年収の状況について述べた論文っていうのがないのかなというふうに探してみました。まあ、そうしたらですね、出てきたのが大学進学者の就職時期を伸ばす選択が、その後の就業や年収に及ぼす影響というですね、これもド直球な論文を見つけてしまいました。でこの論文はですね、まあ、大学4年卒ストレート就職と比較した上で、まあ、ブランクあり、まあ、無職の期間があったりですとか、まあ、留年、大学院進学の3つのパターンの正社員率と年収を比較した論文です。で結果はこちらです。大学院進学しても文系は収入が増えないですとか、まあ、とはいえ社会人の経験年数で見たら、まあ、文理ともに大学院進学で年収が増えてるとかですね、結構いろいろ興味深いデータはあるんですけれども、まあ、今回の動画において、まあ、留年に注目しますと、まあ、正社員率は文系その他の学部ではネガティブな影響で、年収は文系にで 19% 下落といった感じですね。非常に文系留年に対して厳しい結果が出ています。でやっぱりじゃあ留年は経済的にマイナスだからやめといた方がいいよという結論になるんですかね。少子、ここからは文系で留年して就職後ブランクありの私がですね、至極個人的な意見で反論していきます。まあ、そもそも年収や生涯年収といった要素はですね、生きていくため、そして何かをするための手段に過ぎません。で社会でバリバリ働いてお金を稼ぐぞという人もいればですね、まあ、仕事と何かやりたいことを並行してやっていく人もいますし、まあ、やりたいことに卒業後専念する方もいらっしゃいます。まあ、そうした個人の様々な要素の事情、そういったものを無視したマクロな視点がこの年収ですとか生涯年収とか、そういった数値なんですね。でこれらは世間の動向ですとか、まあ、全体の状況とかを知る上ではめちゃめちゃ有効かもしれませんけれども、まあ、この数値だけで自分の進路を決定するなんてはっきり言って馬鹿げています。なぜなら我々は年収のために生きているわけではないからです。就職あるいは留年っていうのはですね、もちろんそういったマクロな視点に加えてですね、自分というミクロな視点、あなた自身の個人の特性を踏まえて決めるべきなんですね。もちろんたくさんお金を稼ぎたい、リッチになりたいっていう人はですね、まあ、このデータを踏まえて留年せずストレートに卒業して、まあ、その確率を上げる選択した方がいいかもしれません。でも本当にみんながみんなそれでいいんですかね。大多数の人間にとって大学に在籍して活動するっていうのはですね、まあ、人生の中でほんの数年の出来事であって、おそらく今後一生経験しない体験だと思うんですね。で、そういったものはですね、年を取ってから時間をかけてもその時間っていうのは戻ってきません。で、そうした貴重な時間をですね、換金することってみんながみんなにいいことなのかなっていうのはよくよく考えた方がいいと思います。経済的損失という観点だけでですね、こうギャップイヤーとか留年ではなく、まあ、ストレート就職を進める大学教授なんてね、
はっきり言ってあなたを社会の構成要素の一つしか見てないくだらない意見に過ぎません。でまあ個人的なお話をしますと、私はアメフト部で4年過ごした後就職のため留年しました。でその比較的、まあ、留年の時間は割とあの余裕、時間的に余裕があったので、まあ、その時間を通じてこの YouTube を始めたりですとか、まあ、お店を引き継いだりと、その後の選択を大きく変える時間を留年という期間で過ごすことができました。でやはり私の留年した時間っていうのは私の人生の中でもちろんかけがえのない時間です。もちろんですね、じゃあ留年した人全員がですね、私みたいなそういったかけがえのない時間を過ごせるとは到底思いません。でも、まあ、私は正直ついていたと思います。でも仮にそうでなかったとしても、やはり留年して後悔はしてないと思います。なぜなら私が私の価値観の中でこの留年するという選択をしてですね、納得して引き受けたからですね。つまるところ留年おわ就職っていうですね、この議論はですね、どっちの選択があなたにとって納得できるか、自分にとって納得できるかという話に過ぎないんですね。そういった時に私は年収ですとか障害年収といった要素でストレート就職をですね、ちょっと納得して選択することができませんでした。でやはりですね、コロナの中で大学生っていうのは今までにない状況ですとか、まあ、選択を迫られています。もうこんな時間はね、おそらくてか今まででないと思いますね。もし自分が今大学生だったらどうするべきかというのをですね、まあ簡単に答えは正直出ないかなというふうには思うんです。でもそれでも自分の価値観を整理して様々な要素を考えて自分にとって納得のできる決断をできるのを祈っておりますし、まあ、その材料をですね、このチャンネルで発信できたらなというふうに思っております。まあ、今回はですね、まあ、記事や論文を踏まえてですね、個人的な反論というか個人的な意見で反論しました。結局留年就職という選択は個人的な要素で決めざるを得ないんですね。人によって様々な要素がありますし、まあ、そういったところでこう確率的な結論というのは出せるわけがないんですね。まあ、そういったところでですね、まあ、納得のできる選択をした方がいいのかなというふうに僕は思っております。論文の紹介ですとか記事の紹介や、研究者にインタビューをしておりますので、ぜひ他の動画もチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。